すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人、あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行か。でしょうね。無敵かと思いきや、すでに狂気だな。邪魔するなら始末する。アイフリード海賊団の副長は妙な弦を担ぐのね。癖みたいなものだ。どうせ裏しか出ない。その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない。これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス、ラグナロック第765章ユグドラシル戦記より。ほう、よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラーン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度が高められていて傷がつきにくい。へえ、随分珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしても、そんな珍しいコインどこで手に入れたの？
話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか、余計な詮索だったな。すまん。命がいらないようだな。ここだ。やれやれ。警備がいないな。押してみるか。待て、調べた状況と違う。結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。よく調べたわね。この程度は当然だ。こっちには警備がいるな。つまり結界はないってことね。行こうよ。ダメ、その人は。気をつけろ、そいつは。いきなりコーマになりやがった。どういう風よ。だから言っただろう。ウィンドランプ効果ミス。全機炎冷却。ウィンドランプ効果ミス。いきなりだ。こいつはどうだ。いられてだ。これはもらえられない。死神だ。いきなりだ。蹂躙しろ。警備がゴーマ病にかかってるとはな。これも死神の力か。まあな。けど突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない、気づいたのはこいつだ。これからもしっかり警戒頼むわよ。死神が一緒なんだから。喋ってもいいってことだよ。警戒はしっかり。一気に片付ける。ここだ。ウィンドランプ。
せ。蹂躙しろ。邪魔よ。こいつはどうだ。片付いたみたい。行くわよ。要塞中にゴーマがいるようだな。まさかアイゼン、お前がゴーマ病の原因じゃないだろうな。いや、偶然蔓延したところに俺たちが来たんだ。死神の道連れとはこういうことだ。悪く思うな。むしろ好都合ね。敵は組織的な対応ができなくなってる。こっちは少数だ。確かに乱戦の方が有利に立ち回れるな。アイゼン、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。それを起動して合図の呪しを上げる。了解。開門の上ね。先陣は俺が切る。をかけさせないで。ディエンリンク、とどめ。ロイ君、ここだ。ディエンリンク、とどめ。ロイ君。次。スピンホールで攻撃クリア。その攻撃力と呪い。クリア。効果に。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。おい、船が残ってるぞ。戦艦だ。まずいな。この扉から開門に出られるはずだが、鍵がかかっているようだな。壊すのは無理か。侵入者ども、わしの要塞をよくも。扉の鍵はどこ？わしは誇りあるミッドガンド騎士だ。
ゴーマ謎に屈する者か。俺がこの世で一番ムカつくのは生き方を他人に曲げられることだ。自分の舵は自分の意思で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の舵。いかにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟はいる。お前の覚悟が本物かどうか試させてもらうぞ。慌てるな、まだ一本目だ。待て、鍵は扉の奥にある管理室だ。もう一つ、戦艦のある船着き場はどこだ。正面の階段を進んだ先でさ。わかった。手間をかけたわね。単なる適材適所だ。鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。バンエルティア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？管理室を探すわよ。うん。死神が相手だ。総銀球熱心、ここだ。ウィンドランス、ヘルメラスト、ビーリング、ヘロイン、ダイヤ、そこだ。ナイス、空砲絶衝撃。こいつはどうだ。肩慣らしにもならんな。命がいらないようだ。ここだ。ナイス、とどめ。いただけよ、ゼロインの。行くぜ。総銀閣、ゲームレイ閣。行くぞ、行くぞ。封じ、封じ。ここだ。ナイス、とどめ。ここだ、ゼロイン。いただけよ、ゼロインの。ウィンドランス。総銀閣、ゲームレイ閣。ゼロイン。捕らえられない。こいつはどうだ。ゲームレイ閣、呪い。全力で答えたが、やりすぎたか。効果電くん、ここだ。くらえつくせ。逃がしはしない。飛ぶんだ。捕らえられない。行くぜ。逃がしはしない。逃がしはしない。蹂躙しろ。消えないくぜ。ウィンドランス、次はドイツだ。ウィンドランス、封じ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 、
通じられない。この拳止められはしない。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナここが管理室のようね。手分けして鍵を探すわよ。俺たちは奥の部屋を探す。あった、鍵。これくらい我慢しなさい。生きてる証拠よ。タンコブか。痛いってことがよ。でも痛いのは怖い。そりゃ誰だってそうだけど。ベルベットも。それにしても変なものが好きよね、男の子。好きなんでしょ。よくわかんない。でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんかドキドキする。うん、なんで針は北を向くんだろう。誰が動く仕掛けを考えたんだろう。これがあったらいろいろなところを冒険できるのかなって思うとドキドキする。そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか、あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？分かった。鍵があったか。これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。うん。次は戦艦を潰すぞ。おう！船着き場へ行こう。別に怒らないから喋っても、どかないと死ぬぞ。ここだ。
勝負ありだな。話にならない。邪魔するなら始末する。
解かないと死ぬぞ。ここだ。とどめ。開けよ。捕らえられない。行くぜ。こいつはどうだ。無敵かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札は。戦艦を潰すってどうやるんだ。戦艦は強力な大砲を積んでいる。その火薬を利用するんだ。油断は禁物だぞ。全力で答えたが、やりすぎたか。死神が相手だ。容赦も情け、一切かけない。一刀対魔士。船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か。いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が蘭月流の剣でな。どけ、アイゼン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。いや、これは俺の獲物だ。邪魔をするなら消え。死神を舐めるなよ。好きにさせる。こいつはどうだ。好きにさせる。消えていけ。消えちまった。水を鍛え。蹂躙しろ。ウィンドランス。ウィンドランス。好きにさせる。捕らえられない。こいつはどうだ。来い。捕らえられない。行くぜ。行くぜ。こいつはどうだ。消えないけ。呪い。行けるぞ。こいつはどうだ。時間がない。お前たちは戦艦を潰せ。六郎、そいつはまだ。ああ、力を残してる。行くぞ。誰から蘭月流を習った。清涼特等大魔士、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか取るか。暇つぶしに 2,3 個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。アイゼン、火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。
この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。ああ、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。これで準備は整った。開門を開門するぞ。やれやれね。あと。よし、開いた。今のはバンエルティア号が近づいている合図だ。急ぐぞ。わかった。とっとと開門を開けるわよ。うん、とっとと。油断は禁物だぞ。さあ、先に進もうぜ。一つ目のだ。開門は巨大な2枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に2つある。なるほどな。よし、もう一つの仕掛けを探すわよ。
っとと済ませる。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。これで全開。バンエルティア号と合流する。船着き場に降りるぞ。させんぜ。ここはわしな。随分マシだ。新版が攻撃力いきなりだ。呪い軍ディエンレイ脚。こいつは逃げさせる。効果人ディエンレイ脚。やばいか。効果人効果人そこだ。くらえく効果人ブーディ君捕らえられまい。クイックです。いきなりだ。来い。ウーディ君攻撃客。ウーディ君痛みを忘れる。ウーディ君ディエンレイ脚。呪い気づいた。攻撃客スクーは絶対に。そこだ。ウーディ君どうや逃しはしない。デッドブリザード捕らえられない。二の方いならずだ。捕らえられない。いならずだ。捕えろディエンレイ脚。ディエンレイ脚。ウーディ君捕らえられない。ウーディ君しまった。意地の方来い。ウーディ君捕らえられない。ディエンレイ脚。こいつはどうだ。
船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おそれしかないでしょう。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても？俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。うちで済むかな。死神に保証してほしい。お見事！まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい。そんなに大事なの？貸せ、進路を出す。ならお前が羅針盤を見ろ。うん。ただし読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あの、ライフィセットって名前よ、あんたの。僕の名前、ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。海峡を抜けるぞ。進路を取れ、ライフィセット。うん、進路はローグレス。
いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの。サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの？海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンドリオの流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。タイマシが管理する監獄島だな。分かった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきました。お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り？最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ。アイフリードはそこにはいない。なぜそれを？私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの？うん、王都のローグレス離宮に。行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところで、お前たちの船だがな。あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして。勝手に乗ってきたものだし。探索船って？探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。やれやれ、行くわよ。そこだ、くらいつくす支援連結。そこだ、やれやれ、行くわよ。そこだ、くらいつくす
その程度でとどめ。サロフィッシュムーン。やれやれ、行くわよ。効果ビクレッド呪い。効果ビクレッド空砲絶衝撃。その程度で効果ビク。やれやれ、風も潮も絶好なのに船を出せないなんて。なんでだ、出航すればいいだろ。いいわけあるか。清涼の公開許可が下りてないんだから。許可がいるのか。国は船舶の航路と出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガント王国は複数の大地領で成り立ってる。そして領を行き来する方法は船しかない。船を抑えれば人や物、情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実奴らはボーティガンなんてものまで作りやがった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る。そしてゴーマに対抗できるのはタイマシ様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に船乗りが従うものがあってたまるか。なあ、カニの凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足はごつい10本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自殺って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自切させれば。そうなんだよ兄弟、収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。なるほど。トカゲの尻尾だけだと思っていたがカニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？それは知らん。そんなわけないでしょ。ご存知ですか？マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小舟を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を打ってしかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。つまり
今海を自由に渡れる船はヴァン・エルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが、利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょう。役目に張って儲けてこそ商売は面白い。妙なやつだな。だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるのに。アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにヴァン・エルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにヴァン・エルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。探索船バツビオ。成果を確認してくれ。あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか新航路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。
どこかの沖に極悪人を閉じ込めた監獄島があるって聞いたけど、信じられないよな。本当よ。そこにはゴーマが大量に捕まってるって噂で。事実だな。脱出できた者は一人もいないって話だけど。それは嘘じゃな。現にわしらはここにおるし。まさかお前たちは。余計なことを話すな。さもないと監獄島の囚人よりひどい目に遭うぞ。あ、はい。僕は何も見てません。報告、偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に攻守警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。王都の近くでもゴーマが暴れてるなんて、
声量の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、公衆警戒ゴーマって何だ？声量が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おう、手ごわそうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただでは済まんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると声量の警備が強まるわ。ではでは、改めてローグレスへ。あんたも来るの？アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。メルキオルっていう特等大魔師が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ？連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの。どの方に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。声量がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、声量の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。清涼には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない。あの男は自分の舵は自分の意志で取る。そういうことだ。